はい、ノーズです。今回紹介するのはレゴジュラシックワールドのトリケラトプスの暴走75937です。部品の袋は4つで、パーツ数は447個、箱が1つ、シールシートが1枚で、説明書は1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。まずは恐竜のトリケラトプスです。全長は約 17.5cm で、一見するとちょっと小さめかなという感じはするんですけど、胴体の横幅がティラノサウルスと比べると分かりますけど結構あるんですよね。さらに頭もしっかりと大きく作ってあるので、どっしりしてて結構ボリュームがあります。トリケラトプスといったらやっぱり名前の通り特徴的なこの3本の角ですよね。ちなみにこの角すべてゴム素材でできてて、ちょっと柔らかめになってます。まあ危なくなくてこういうのは嬉しいですよね。で、口のところ、くちばしみたいになってますけど、ここも実は柔らかい素材でできてます。で、口は残念ながら開け閉めはできません。で、後ろのこの縁の部分ですね、結構大きくできてますけど、ここもグレーになってるんですけど、実はここは通常の硬い素材でできてます。それからこの頭ですね、1回転させることができます。さらに上下に動かすことが可能です。下向きが結構角度がつきますよね。ここまでなかなかついた恐竜はないような気がします。まあ、おそらくこんな感じで突進させて遊べるようになってるんだと思います。結構なんか様になってますよね。ちなみに前から見るとこんな感じです。なかなか迫力ありますね。続いて足ですね。
前足も後ろ足もさっきのこの突進する体勢をイメージして踏ん張った感じになってますよね。それぞれ前後に動かすことができます。なのでこんな感じで寝そべったような体勢にすることが可能です。前足が大きいからできる体勢ですね。他の恐竜ではなかなかできないと思います。ちなみに同じ体勢をティラノサウルスでやるとこうなっちゃいます。なんか違いますよね。また尻尾を動かせる恐竜が結構多かったですけど、このトリケラトプスは動かすことができません。それと先端部分にさっきみたいに柔らかい素材が使われていることが多かったですよね。これも先端部分は硬い素材になってます。まあでもやっぱりこうやってティラノサウルスに突進して遊ぶことができるのはいいですよね。他の恐竜ではなかなかできない遊び方だと思います。でこのトリケラトプスも背中にミニフィグを乗せることが可能です。はい、ではここでミニフィグのマスラニさんを見ておきましょう。これ映画版と比べても結構似てますよね。この顔をこの表情に変えることができます。アニメ版ではさっきの笑った顔の方がよく出てきてましたよね。ちなみにこのマスラニですけど、このセットにしか付いてないので結構貴重だと思います。でこのトリケラトプスですけど、高圧電流が流れてる柵の中にいます。クリアパーツの案内板みたいなのがついてて、ここにトリケラトプスと入ってますよね。ちなみにこの表示はシールです。でこの電流が流れる部分ですけど、こっちは硬い素材でできてるんですけど、こっちは柔らかい素材でできてます。去年発売されたセットでもこの柔らかい素材を使った柵ありましたよね。ディロフォサウルスが入ってるセットだったと思います。この柵がたわむ感じがそれっぽくていいですよね。ちなみにこの柔らかい素材の方ですけど、右側の支柱をこうやって動かすことができます。さらに左の支柱の上のところに電流が流れてるかどうかを示すランプがついてます。緑色のランプの時は電流が流れてて、赤いランプの時は電流が流れてません。なので電流が流れてない状態であれば、さっきみたいにトリケラトプスに突進させて柵を壊して、ここから逃げるシーンを再現することができます。これなかなかよくできてますよね。ちなみに柵はこうやってやれば元に戻ります。あと広い柵と狭い柵それぞれありますけど、これはこうやって分けることができて、さらによいしょ、簡単に組み替えることができます。こういうのは嬉しいですよね。で外に出ちゃったこのトリケラトプスを中に戻す必要がありますよね。そこで登場するのがこの人参を持った応援です。トリケラトプスが人参を好きかどうかちょっとよく分かりませんけど、こうやって気を引いて中に誘導します。こんな感じですね。でこのまま人参を中に置いて外に出たら柵を戻せば OK ですね。あと電気も戻せばこれで完璧です。はい、では人参を持った応援を見ておきましょう。葉っぱのところに引っかかってるので、人参こうやってプラ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 動きます。これ結構リアルでいいですよね。で応援ですけど、服装はいつもと変わりません。でこの顔をこの表情に変えることができます。この顔も他のセットと一緒です。ちなみに人参で誘導するとき、すごいスピードで走ってきたら危ないですよね。そこで登場するのがこのちっちゃなバギーです。これかっこいいですよね。ライトはついてないんですけど、ガードがありますし、あとジュラシックワールドのマークがありますよね。これだけでも結構かっこいいと思います。でこの座席のところにさっきの応援を座らせてハンドルを持たせることが可能です。で後ろにはレンチと無線機がついてますよね。このどちらかを取り外してさっきの人参をここに取り付ければ、こんな風にバギーに乗ったまま誘導することができます。それでは残りの情景セットを見ていきます。ジュラシックワールドのアトラクションですね。まずはアトラクションエリアに入るためのゲートですね。ジュラシックワールドって感じのゲートだと思います。よくできてると思います。松明もいい感じですよね。で上についてるこの卵3つがくるくる回ってるような絵ですけど、これがアトラクションをイメージしてます。これがそのアトラクションで、ジュラシックワールドエクスピナーと言います。遊園地でいうコーヒーカップに近いような感じだと思います。
下についてるこれが乗り込む部分ですね。全部で3つあります。まあエッグスピナーという名前でもあるので、まあ多分これは恐竜の卵をイメージしてるんでしょうね。ちなみにこの模様は全てシールです。でちゃんと背もたれがあるので、その背もたれが背中側になるように座らせます。この大きな装置のこっち側ですね、つまみがありますよね。これを回すとこんな感じで動かすことができます。これよくできてますよね。あのこの真ん中の大きな支柱を中心に3つの卵が回ってるんですけど、卵自体もくるくる回ってますよね。すごくよくできてると思います。でその上の部分ですけど、恐竜の卵がいくつか並んでますよね。これ多分恐竜の卵を孵化させるための機械をイメージしたオブジェだと思います。上のこの部分をカパッと開けることができます。よくできてますよね。ちなみにもう一つこんな感じの柵がついてるので、エッグスピナーの前に置いてあげればかなりそれっぽく見えますよね。真ん中にオレンジ色の階段がありますよね。これあのさっき乗ってたこの卵の高さにちょうど合わせられてると思います。でその両サイドから柵が出てて、左サイドにはゴミ箱と列の表示もついてますね。結構細かくできてると思います。そして右サイドには道案内のためのインフォメーションボードがありますね。お土産屋さんやジャイロスフィア、それから博物館の方向を示してます。このゲートとかやっぱり柵がついてるので、すごく遊園地っぽい感じがしてると思います。では残りのミニフィグを見ておきましょう。まずは観光客ですね。手にアイスクリームを持ってます。でこの顔をこの驚いたような感じに変えることができます。そして最後は研究者のアリソン・マイルズです。ドクターのカードをここに下げてます。でこの顔をこのすごく怖がってる表情に変えることができます。このセットのパーツ数は447個です。以上、レゴジュラシックワールドのトリケラトプスの暴走75937を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。